はい、これからちょっとラップアップして、この後ちょっと軽食を用意したので皆さんにオープンしたいと思うんですけれども、その前にですね、話の中で出てきたもうインドの人たちでこう問題点は分かってるんじゃないかっていう話もあったと思うんで、多分これって分かっている問題ももちろんあります。で、分かってない問題の実はあるんです。例えば2種類アプローチがあると思うんですけど、例えばこの大西ひとみ保という膝の義足なんですけども、これが実は僕デザインしたんですけども、同じ価格帯でもっとひどい、同じような価格なんだけどももっとひどい義足を使ってたっていうのが数年前の状態なんですね。なので同じ価格帯のものを使ってより良くできる知識がないっていう場合があります。だからこれ以上もっと改善するためにはどうしたらいいかっていうよりは、これ以上のものは考えつかないっていう場合が一つあると思います。あともう一点でちょっと思ったのは、早くたくさんの義足を作らなきゃいけないという、制約があるという話があったんですけども、これももちろんありますね。じゃあなんでこれをもっと改善できないのかっていうのは、そのやっぱり改善しようとしても改善の仕方がわからないという場合があると思うんですよ。で、例えば一つ提案しようとして、でやっぱトップの人がタダで配るってことに関してすごいプライドを持ってたのでできなかったのは、例えばジャイプルートの中に R&D を持ってないんですね。だからいい義足を作ってもっといい義足を売るっていうオプションがないんですよ。で、ただで配らなきゃいけないという制約上の中でやると、ああいうビジネスモデルしか成り立たない。だからそのジャイプルートの中でいい義足と悪い義足、まあいいって言ってもある程度安いものを用意して、それに関してお金を払える人に関してはお金を回収するというようなビジネスモデルがあったら、もしかしたらもっと改善、そのビジネスモデルとか経営状況を改善するかもしれない。これは技術の問題じゃなくて、まあ、経営とかビジネスに関してのソリューションですよね。こういったことをですね、どんどん考えて、どんどん提供していきたいなというふうに考えています。で、これいろんな問題点が出てきたと思うんですけれども、これってインドの中のほんの一つのクリニックの問題点なんですね。で、他のクリニックの人、もちろん他の問題点もあるし、例えば僕、大衆タイに行くって言ったんですけども、タイではもう実際に金属の、ピラミッドのユニバーサルジョイントを使った義足が使われてるんですね。だけども、まあ、市場に出回っているような高い義足は買えないので、自分たちで自作してるんですよ。で、それらは、もちろん何十万もしない、何数万ぐらいのターゲットで義足を作ってるんですね。実はこれって、なかなか市場にないんですね。なんでかというと、日本とかアメリカで保険業制度があって、大体何十万のターゲットの義足をみんな購入できる状態にあるからっていう話を伺ってます。なのでその状況が変わって国が変わると多分問題が変わる。で、これに関してどうやって、まあ、コンサル業務に近いと思うんですけども、一つ一つのクリニックに対して、まあ、いいアプローチを提案していきたいというのが僕の考えです。なので大量生産してこう配って終わりみたいな感じをするんじゃなくて、もうちょっと一人一人クリニックに関してもっと一つ一つボトムアップなアプローチをしていきたいなというふうにこれから考えてます。で、これからですね、この会場をオープンにして、どん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 、こういった問題に関して、ちょっと話し合っていきたいなというふうに思ってますけれども、これでちょっと、そうですね、名前を呼ばせていただきたいんですけれども、そこに、例えば、西東部市の臼井さんが、いらっしゃいます。で、もちろん、沖野さんもいらっしゃいますね。ちょっと立っていただけますか。もう、沖野さんも。もう、日本を代表する西東部市の二人ですね。で、はい。で、こういう方も来ていただいてます。どうもありがとうございました。で、一方でですね、こういうクリニックの中で、もう実際の現場で働いている人もいれば、例えば僕にしかエンジニア、そこにいますよね。大西ひとみさんが壊したで有名なウィルの車椅子を作った、杉エックスさんと、その、内藤さんのところなんですね。杉エックスさん来てるんですよ。大西ひとみさんがテレビ番組の取材で、彼らが作った車椅子に乗って彼女が壊したっていうエピソードがあります。すいませんでした。伝説のもう治ってて大丈夫。あ、よかった。むしろ綺麗になって書いてます。NHK さんで感じました。あと、そうですね、例えばこのミキさんみたいな、こちらエモという会社を経営されてまして、中小企業のどちらかというと要素技術にしたいですね。こういうものを作るために必要な要素技術の多分いろんなネットワークを持っている。例えば義足を作るときにどういった材料があるとか、どういった要素があるかっていったら、多分こういう方にお願いするといいかもしれません。で、例えば、すいませんね、全員呼べないんです、呼びたいけど呼びないんですけど、リンクワークといいますね、井上さん、一緒にシードコンテストっていう途上国向けのアプロー
あのプロジを、コンテストをしたときに、その受賞者のチームなんですけども、あれは有力発電といって、遊びの力を発電して、その電気を何かに使おうといういろんなアプローチをしている方が、まあ、途上国向けのアプローチですよね。こう臨床の方もいれば、要素技術でデザイン、エンジニアもいるし、BOP に関する、アシタさんもですね、あのソケットというあのイントープレナーシーですね。今は電気、スマートグリッドに関する、ビジネスを展開しようとしている方もいらっしゃいます。あと、ちょっと名前呼んでほしい方って今いらっしゃいますか。でもね、こうやって本当にバラバラなんですけども、いろんな方が、あ、そうですね。あの、ちょっとすみません、目が合ってしまった。テレックスで有名な鈴木さんもいらっしゃいます。もしテントで話したい人がいたら、あの鈴木さんに声をかけてください。まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけども、これを一旦オープンにして、まあ、僕らのこの義足だけじゃなくても、いろんな多分ネタが転がってると思うので、まず交流をしてみてください。で、その間に、この4人、一旦はけて、お色直しをしてきます。で、10分ぐらいですね。で、あとに、この義足を履いてきて、こう、デモンストレーションしてくださるそうです。で、まあ、その時になったら、またマイクでお呼びかけしますので、またここら辺、ちょっとスペース空けて用意するので、また戻ってきてください。今日は、本当にお忙しい中、来ていただいてありがとうございました。これで、コメント終わって、交流会に入りたいと思います。ありがとうございました。はい、向こう側の広場の方にピザと軽食がいろいろ用意されているので、あの2人ドリンクを出してくださいお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっといいけど、ほら、ちょっとまだ。